富士さん、まあ、はい、今日、久しぶりに会ったんで、2話ぐらい言っとかないと、もう動画はまたソロに戻っちゃうんで。で、まあ、もう一つ、はい、あの、動画撮りたいなと思うんですけど、あれどうですか？例の。あれですね。去年からちょっと二人でアイディア出して、はい、新しい畑に、グラスの圃場を作るっていう、はい、あれ企画したじゃないですか。ありましたね。で、まあ、そんなことあった後に、ちょっとふみさん忙しくなっちゃって、はい、で、まあ僕、しれーっと一人で一応ね、はい、せこせこと作って、で、僕が背の、草丈の低いグラスを担当する、はいはい、でフギンさんがちょっと草丈の高い見栄えのあるような、うんうんうん、あのグラス担当するということで、はい、の企画したじゃないですか、はい、でまあ僕の方はすでにほぼ終わってるんですよ。植えたんですよ、ね、植えちゃいました植えちゃいました、はい、じゃあ厳選した5品種植えました、はい、でフギンさんのところがさらち状態なんですよ。まだ何も終わってないです、ね、何も終わってないです。じゃあ、5品種を。5品種。植えなきゃいけない、ね。そうなんですよ。で、まぁ、ちょっとね、今日こんな、ピーカンじゃないですか。はい、なんで、ちょっとさすがにね、株分け、この太陽の中でやるの、あれなんで、はい、1品種だけ、もうすでに一応掘り上げて、はい、株分けして、ポットにあげたもの、品種があるんですよ。そうなんですね。それをちょっとじゃあ、ふみんさんにぜひ植えていってもらいたいな。わかりました。いいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、フギンさんも実際決まってるんですよね。パニカムがね、3種類あるんですよ。はい。で、パニカムは、ええ、あの、ダラスブルース。ああ、あれ結構大型の品種ですね。ええ。あとはね、ええ、自分たちが好きなノースウィンド。まあ、めっちゃいいですね。はい。あとは、パニカム、チョコラータですね。ああ、チョコラータ。ね、あの、灰色が綺麗なので。いいですね。あとは、カラマグロスのカールフォース。はい、ああ、もう、鉄板ですね、はい。鉄板ですね。はい。あと、自分が好きな、手に見せたもの、グリーンスパイク。ああ、完璧ですね。まあ、もう王道中の王道じゃないですか。ですね。あ、でも、あとフェスカのマイレイも言ってなかったっけ？あ、そうでした ね。あれは入れたいですよね。じゃあちょっと何か、ダラスブルース切りますか？ダラス切りますか？あんまりね、株が大きいないんですよね。で、フギーさんの選んだやつって、はい、もちろんですけど、はい、グラスマスターなんで、はい、ちゃんとあれは気にされてますよね。要は、風、雨、大丈夫ですよ。大丈夫ですね。もう、これはもうね、白馬でも、自立？実証済みですね。ああ、自立系グラスってやつですね。自立系グラスですね。ああ、いいっすね。はい。わかりました。じゃあ、その中で今日はカールホースター。そうですね、カールホースター植えましょうか。はい。はい、じゃあ、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、フギンさんやってきました。グラスの圃場ですね。ニューの圃場ですね。ニューですね。で、まあ一応こんな感じで、はい、畝は10列ぐらい経ってたと思うんですけど、はい、もうだいぶ経ってるんで、この園路というか、草まみれ、杉菜まみれですけどね。入っちゃってます。ありますね。実を言うと、僕の方が背の低い、はい、あのグラス担当だったじゃないですか。はい、で、一番初めがこれですね。これはですね、ペニセタムのオリエンタールですね。オリエンタール、まあちょっとね、低めで。低めでね。でも方が綺麗ですね。そうなんですよ。ただこれやっぱ弱いですね。オリエンタールってどっちかというと中東とかあっちのなんかアジアでもちょっとあったかいところの草らしいんですよ。動きが遅いかもしれないですね。そうなんですよ。で次がこちらですね。これルズラニビアですね。そうですね。ルズラニビアこうやって穂が上がってますけどね、本当にそばの花みたいでね、綺麗ですね。ちょっと異色ですよね、グラスでもね。そうですね。なんかこう毛羽だったね、うん、葉っぱも魅力ありますけどね。イネ科でも、カヤツリブサ科でもなく、ブサ科っていうね。あ、そうなんですか。なんかちょっとね、詳しい。花が咲いてるような感じですね、グラスに。本当そうですよね。あ、確かにイグサってあの、ジュンカスとかのイグサですよね。そうですね。あ、ちょっと、似てなくもない、確かに。で、次が、これメリカの、ちょっとこれもしょぼいですけど、結構、早いですよね。メリカキリアタね。今、方が上がってますね。そうですよね。なんで、これ、あまり特に唯一これがなんか上がってはきてますけど、すごくこれ好きだったんですよ、僕。出だしがこんな感じで、白くなってくるんですよね。そうですよね。これも雰囲気あっていいですね。ほんとこれかっこいいんですよ。で、次が、これね、未生なんですけど、
だいぶ傷んだんですけど、後ろはほら未生じゃなくて、はい、こちらですね、これはねちゃんとポットにあげてたものを植えたんで綺麗についてますね。これはやっぱ特徴的な、そうですね、カレックスグレイガグリスですね。そうですね、これカヤツリグサ、ね、そうですよね、めっちゃかっこいいですね。これは絶対ねこのまあグラスの補充に入れたかったんですよ、うん、今緑ですけど、はい、これ茶色くなってきて、そうですね、まあ、ドライのところに使えそうですもんね、これね。いやこれマジでかっこいいですよね、かっこいいですね。なかなかこれグラスでこういう系はないですね。そうですね、存在感がある、はい、グラスの方ですね。はいはい、でまあ次なんですけど、まだ植わってないんですけど、ここね自分チョコラータ植えようと思ってたところなんですよ。ここにパニカムチョコラータ、パニカムチョコラータで、まだ何も終わってないんですけど、またちょっと後日植えたいなと、はい、でその隣なんですけど、はい、これちょっとね自分の領域じゃないかなとも思ったんですけど、苗がこうやってあったんで、はい、植えちゃいました。これあれですよ、モーニングライトです。あ、モーニングミスカンサスのモーニングライトです、ね、これ木ですね。そうで、これはねどっちかというと背が高いじゃないですか、はい、なんでフギンさんの領域かなと思ったんですけど、はい、まあ、もともとミスカンサスのモーニングライト僕大好きで、うん、で、まあ結構庭とかにも植えてたんで、はい、まあ、あえてもうポットにあげてたものを植えちゃいましたね。白符が入ってるやつですね。そうですね。大きいですね。で、こっから先なんですけど、はい、まあ、あと4畝とりあえずあって、はい、カールホースターだったらどこっすか？カールホースターどこ行きますかね？結構、あれも早くに方が上がるじゃないですか。あ、そうですね。なんで、高さ的にはどうでしょう？ノースウィンドと同じぐらいだから、一番後ろでもいいんですけどね。一番後ろ行きますか？か、後ろから2番目にします。あ、別にどちらでも。一番後ろにしますか。一番後ろ。ね、はい、結構、あれスクリーンになるじゃないですか。あー、いいっすね。最後に残るんで、はい。ね、手前から見たときに。もうそれを聞いちゃうと、もうやっぱり、そうですね、後ろがいいかもしれないですね。はい。そうしましょう。はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、藤井さん、最終列ですよ。最終列ですね。はい、で、こちらが、まあ、レイブンが養生してくれた、ああ、そうですね。カールホースターですね。はい。まあ、これ結構もう、穂が出そうな、あ、そうですね。しっかりしたのに出てますね。芯がしっかりますね。はい。なんで、これを植えていきたいと思います。あ、わかりました、はい。お願いします。はい。手で破いちゃいますけど。あとね、うん、それでいいですよ。移植後手で、いつもやってますね。はい、ああのね、やっていきます。これ、はい、ちょっと僕のやり方でちょっと見てもらっていいですか？あ、いいですよ、いいですよ。まあ、これは、あの、レイブンマスターが買った移植ポテなんですけど、はい、まあ、ウギンさんのあれも別に構わないんですけど、はい、もともと僕、バラ屋さんだったじゃないですか。はい、で、バラの新苗をオーナーにするときに、まあ、こういう感じでマルチに植えるんですよ。はい、で、そのときに、まあ、いつも、まあ、これは同じですね。はい、こういう感じで。はい、で、ここで抜いて、はい、結構もうすごいいい根がいい根がたくさん張ってますけどね。これをここに入れて、はい、でこう、あ、周りで叩いて吸い寄せるんですね。だからこのゴミを出さないんですよ、はい、こうやって全部切っちゃうとゴミが出ちゃうんですけど、うんうんうん、で次こうやってだいたい間隔取って、この小手の長さでよくやってたんですけど、はい、今回カールホースターどれぐらいですか？カールホースターそんなに間隔空けなくてもね、横に広がったりしないんで、ちょっと1個分ぐらいでも、出っ個で1個分で、うん、こんなもんでいいですか？はい、いいと思います。あ、わかりました、はい、で、またこんな感じで刺す。はい、でこの穴をあんまり掘りすぎるとやっぱ空洞が結構出ちゃって、はい、あの土を寄せるのが結構大変なんで、うん、まあ、あのいい感じでグッと1個してもうギュッと入った感じがいいですね。もうみちーって入る感じが、うん、まあ、ベストですね。じゃあ上から押さえなくてもって感じですね。手早いですね。はい、じゃあこういう感じで、こういう感じで、はい、植えていきます。これほんとレイブンが養生した苗、めちゃくちゃいいですね。あ、本当ですか？根っこがすごい回ってるんですね。これね、多分4月のほんと頭ぐらいにやったと思うんですよ。はい、うまいですね。でもやっぱり株分けは春のがいいですね。そうです ね、 こういう寒冷地はもう絶対秋にやっちゃうと結構傷んだりとか、そうですよね。うちも去年ビエンターレやったんですよ、はい、秋にしたら40ぐらいやって、はい、7本ぐらいでしたもん、生き残ったのが、ついたのが、ついたのが、あと全部枯れてました。やっぱり白馬はね、株分けは春のがいいですね。そうですね。でも春って意外とやることたくさんあって、
そうなんですよ。ないっすか、フギンさんも来てくんないし。ぐちぐちに、ぐちぐち言っちゃったけど。なんか自分の家の庭もちょっと、ね、そうですよね、やんなきゃいけなかったりとか。わかりますよ。そんな責めてないですよ。いや、本当はね、もうちょっとやりたいんですけどね。やっぱり雪が取れないんですよ。ああ、そうですよね。使っちゃいましたからね。でも今日も実は半有給。半有給。午前中休み。半有給。午後から仕事なんです。こういうことしますね。いや、もうこれから仕事っすか。そうっすね。チキチキ。まあでも。ね、こういうことがないと仕事もできない。ね、いいですね。これもう今年上がるってことですもんね。こんだけ芯が立ってればね。まあ草丈はね、やっぱりあの来年って感じですけど、ここはねしっかり出ると思うんで。あ、楽しみだな。やっぱりこのカールフォースター一番いいかもしれないですね。あ、本当ですか。なんかカラマグロスっていろんな品種あるじゃないですか。あの麩が入ってるものとか。はい。ですけど。ノーマルじゃないですけど、服が入ってない方がなんかいいかなと思いますね。そうですね、うん、なんせちゃんと自立するのが僕は好きですよ、ね、これ秋にこう自立して残ってくれるっていうのがね。そうですよね。いいですよね。やっぱね、花が咲いた時は多少なだれるんですよ。はい。あの一番花が上がってる時は、その後ねちゃんとね雨が上がったらシャキンと持ってくるじゃないですか。そうですね。それがね、っていうか本当でもこう見た目がシュールですね。マルチャーって草植えるって、うん、かなりシュールな絵ですけど、これ来年いいっすよね。いいっすよね。楽しみですね。今年はまあまだね、こうしっかりと根を張ってなくて、うん、ほっとないからなんで、はい、来年はもう冬越して株が充実すると思うんで。ちなみに多分ね、来年こんなとこから出てくるかもしれないですね。あ、出てきますね。で、ちょっと広げなきゃいけないかもしれないですね、後でね。でもこうやっていくと、ほんと、雑草が楽かもしれないですね。まあ、マルチ貼っとくとね。まあ、確かに。まあ、俺そんな来れてないですけど。でもこれマルチの一人大変ですよね。まあね、でも、まあ、前ねそのバラ屋さんでね、はい、その生産やってたから、はい、まあそういうのがやっぱり生きてきてるのかもしれないですね。こういう経験は大きいですよね。そう、それを活かせるっていうのがね、まあ趣味ですけどね、うん、趣味になってますけどね、単純にね。趣味の域を超えてる感じしますけどね。最近もう未生にハマってないですか。やばいですよ、やばいですよ。やばいかもしれない。もう来てますね。未生マスターになるかもしれないですよ。未生前はなんかちょっと苦手だなとかって。そうなんですよ。めっちゃ失敗するし、まあさしきとか、うんうんうん、そっちの方が得意だったんですけど。さしきおじさんでしたね。今はもう種まきおじさんになって。富士山さんついてきてくださいよ。いきなりマウントを取るっていうね。種まきおじさん調子悪いんですよ。ダメですか。富士山元気ないと俺もちょっと元気なくなっちゃうから、ちょっとちゃんとしてもらわないと困るな。あとはね、あれなんですよ。なんすか。置き場所問題があるんですよ。あー、ありますね。うちの庭だとね、置き場所がね、だんだんこう悪いとこになっちゃうんですよね。そう、悪いとこになって、うん、あの上と下に2段にしちゃうと、はい、置く場所ないから、はい、下の苗が上からの雫でダメになるじゃないですか。わかります。あの土どんどん削っちゃうんですよね。わかります。穴開いてくるし、そう、結局2段使えないですよね、下の段がね。フギン氏がね今一生懸命カールフォースター植えてますんでね、レイブンちょっと遊んでます。実を言うとですね、これオーディン様からいただいたですね、御嶽杉ですね。御嶽杉ってね、なんか意外とこういうオーレアチックな葉っぱというかね、こう黄金葉系の葉っぱで、なんとですね、そしてイガグリスゲのようなこういうね、例のカレックスグレーですね、それに近いようなね、そこまで大きくはないんですけど穂が上がるということで、これなかなかいい植物でしたね。いい植物というかいいグラスでしたね。なんかね本当にね、あのかなり黄金葉なんですよ。もらった時はちょっと緑が強かったんですけどね、
実を言うとこの御嶽杉、不銀氏にもねプレゼントして、そちらでも育ててるみたいなんですけども、不銀氏のところでもこんな感じのね、黄金葉でね綺麗な状態だということで、このグラス結構今後も使えていくんじゃないかなと思います。はい、こちらグラスロックですね。こちらのね、アンドロポゴンというかね、ゲラルディのブラックホーク、なんかいい感じで大きくなってきましたね。だいぶサイズ感が出てきて、上のね、ちょっと黒い感じの葉っぱになってきてね、なかなか綺麗なんじゃないかなと思います。ちょっと残念なのがね、やっぱりちょっと自立できないのかな。やっぱり穂が上がってきちゃうとちょっと自立をね難しいみたいなんで、そこがちょっと難点なんですけども、まあそれでもね、なかなかないね色合いのね葉っぱなんでね、まあ皆さんもぜひこういうちょっと黒っぽいというか赤っぽいというかね、グラス取り入れてみるのもいかがでしょうか。フギンさん終わりました。終わりました。早いですね。24ポットでした。ああそうですね、はい、ちょっと足りなかったですけど、またなんか余れば植えますわ。しましょう。ちょっとピントが合いづらいんですけど、フギンさんこれすごいですね。なんかめっちゃ金色の穂なんですけど、はい、これね、音がする、サワサワするんですけど、これ去年でしたっけ植えたの。一昨年で去年上がらなかったんですよ。ね、これねスティパのギガンティア。あ、出た、スティパのギガンティアですか。うん、このスティパにしては、これ全然白馬でも冬越せれるんですよ。やっぱ葉っぱ細めですね。ないね。これあのさっきスティパのねエンゼルヘアとか、はい、ああいう系は結構こういう地に植えちゃうとダメじゃないですか。でこのスティパのギガンティアは、はい、まあ、ほら葉っぱはね秋に刈らないんですけど、で春にカットしたらこんだけわさーっと出てきて、今年はねこのすごいですよ、初めてですよ、この例の根曲がり竹系ですね。こっからね穂がニョキニョキって出てくるんですよ。すごいですね。でかそうですね、穂がね。ギガンティアっていうぐらいですからね。はい、で今年は、ね、多分ね、これ、さっき数えたら、5本ほどね、はい、出てきそうなんですよ。わー、うん、すごい。結構これ、穂がたくさんあると、かなり存在感があるかもしれない。かっこいいと思いますね。これはもう絶対出たら取りたいですね。はい、また金色っぽいのがいいっす ね、 そうなんですよね。これもっとね、本も変わってるんですよね、これね。あの実は今年あのスティーパー、はい、なんかちょっと変わった品種仕入れたんですよ、はい、あのイエリト社から。そのね種もめっちゃ こんなでかさだったんですよ。結構大きかったですね。だからもしかしたらちょっとそれも近くなるのかな、うん、ちょっとこれはね地でも植えれるスティーパーなので。へ、ちょっとね場所取りますけどね。そうですね、葉っぱも結構横に広がる系なんで。自立はどうなんですか？自立はね、するんですけど、うちだとちょっとね、この茎が細くて、風とかね、雨が当たるとね、結構穂が折れちゃったりとか、全部じゃないんですけどね、やっぱりこう、折れちゃうんで、やっぱり穂がたくさん上がった方が、まあ何本もね、折れても、そうですね。見栄えがいいので、ちょっとこれはね、ガーデンの素材で面白いと思うんですよね。こんなんドライフラワーあったらめっちゃかっこいいかもしれないですね。そうですね。ねえ、こんなんないですもんね、グラスでね。はい、面白いですね。ありがとうございます。はい、フギさん、ありがとうございました。はい、例のグラスが、ちょっと今、バーンなんて当たっちゃったんですけど、久しぶりでちょっとこの感覚がわからなかった。そうですね、この感覚がね。そう。グラスのね、補助、例のところね、はい、カール・フォースター。植えていただいてありがとうございました。あと、まあ、何品種か植えなきゃいけないじゃないですか。そうですね。やっぱり一応、はい、株分けの時期が、うん、この白馬、いくら寒冷期とはいえ、はい、梅雨までじゃないですか。うん、頑張っても。そうですね。で、穂が上がっちゃうと、はい、初夏型のやつなんか、穂が上がっちゃうと、もうちょっと株分けしづらいんで、まあ、ペニセタムのアロペクロイデス、グリーンスパイクとかは結構遅めじゃないですか。はい、あれ、本当秋のね、遅い時期に穂が上がってくるんで。そうですよね。はい、だからまあ、それ辺はまだね、はい、ちょっと遅めでもいいのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、できれば早くやっちゃいたいですね。やっちゃいたいですね。あとはね、不銀氏のね、不銀氏ですね。折れるかどうかですよね。そうですね。そうですよね。ここまだちょっと相談しなきゃいけないですね。そうですね。まあ、こっちもできるだけ、なんかちょっと天気の悪いような時に、まあ、抜いて株分けして、まあ、ポットにあげたりして、品種をもしかしたら、はい、できるかもしれないんで、はい、まあ、それをやりながら、まあ、フギン氏が来ていただいたらもう神対応で、はい、ここ埋めてくださいみたいな感じで、ね、はい、やらせていただきたいと
思いますんで、はい、ぜひぜひ今後もよろしくお願いしますよ、はい、お願いします、はい、まあそんなわけでね、今回ですね、グラスの補助といってね、私が草丈低い、ご品種、はい、そしてフギン氏が草丈の高いボリュームのあるグラス、はい、ご品種をね、はい、植えていくっていうね、はい、そういう動画になります、はい、まあ僕の方はもうほぼほぼあとチョコラータ、うん、パニカもチョコラータだけなんですけど、フギン氏の方はねあと、4品種そうですね残ってますよね、はい、なんでそれも完成させたらね、はい、また動画上げていきたいと思いますんで、はい、グラス、ちょっと興味あるななんて思う方はねぜひ高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではサラダバー。